はい、こんばんは、谷秀です。今日はですね、先日行いました5月2日エコダギャラリーフルトーのフルトーさんのライブですね。これさん付けした方がいいのかって今ね議論でもなってますけど、じゃあギャラリーフルトーさんの、ライブね、足を運んでいただいた方々と、配信ライブご覧になった方々ですね、もう本当感謝の気持ちが、3日4日経ってもね、収まらず、動画を回しております。ただただ皆さん本当にありがとうございました。なんかコメントでね、温かい言葉たくさんいただけて、ライブ前からね楽しみにしてるとか、ライブ中はねやっぱライブはいいねとか、元気もらいましたとかね、なんかそういうの楽しみにしてましたとかね、なんかそういう言葉一つ一つをね思い出すだけでね、なんか今まで以上に本当に感謝の気持ちがまた込み上げてきてしまって、皆さん本当にありがとうございました。はい、なんかすごく毎日こう元気にウキウキで、過ごして、いられています。でもねやっぱこういうのってもらったことじゃないですか。もらったって言ったら変ですけど、こういう応援の気持ちとかいただいてね、感謝の気持ちに変わってるんですけど、やっぱそれをこう今度はこうお返しするっていうか、もうより皆さんのこともね元気にっていうか楽しくできればいい。ちょっと待って、なんか回りだした急にYouTube が勝手に動き出しました。失礼しました何なんかおっしゃった今、勝手に動かなかった、怖い怖い怖い。はい、でお返しという意味ではですね、自分の今後の活動がより魅力的なものになっていけばいいのかなってこと で今日は事務所からで仕事をしてた合間に今これをね、感謝の気持ちが湧き立ってありがとうございましたってお伝えしてるんですけど、何してたかっていうと、新しい練り歌を、書いてました。はい、34曲まで書いてきたんですけど、練り歌ナンバー35、エコダ悠々ロードのテーマ曲ということでですね、商店街の方々から嬉しいご依頼をいただきまして、今エコダ悠々ロードのテーマソングを作らせていただいております。ご依頼内容がですね、ちょっと読ませていただきますと、お子様も覚えやすいような簡単な分かりやすい曲、そして口ずさみやすい曲で、最後にですね、ご時世柄もあると思うんですけれども、みんなを元気づけられるような曲、まさにこの感謝の気持ちをお返しする時が来ましたね。いただいて元気づけられる曲を作ってお返しするみたいな、そんな構図が出来上がればいいなと、思っております。はい、で終始笑顔なんですけど、感謝の気持ちっていうのももちろんあるんですけど、ちょっといい曲できたかもちょっといい曲できたかもしれない。それこそ口ずさみたくなる、元気になるような、歌いたくなるような歌ができてきた気がしますので、なんか近々とか早くお披露目できるように、デビュートナンバー35、この悠々ロードのテーマ曲仕上げていきたいと思いますので、はい、最後もう一回言わせてもらっていいですか。皆さん本当にありがとうございました。